この時間は FM ギノワンのスタジオに場所が移りまして、ギノワンスタイルというコーナーをお届けしていきます。今日もスタジオには素敵なゲストさんがお越しいただいております。早速自己紹介お願いします。はい、はじめまして。ギノワンヒルズ通り会にあります普天間薬局の薬剤師の東原大成と申します。よろしくお願いします。はい、東原さん、よろしくお願いします。 FM ギノワンへの出演は初めて、はい、ということで初めてですね、はい、よろしくお願いします。はい、ね、先ほど東原さんの、ね、この自己紹介の中でもあったんですが、ギノワンヒルズ通り会ということで、まあ、この通りの、はい、会員ということで入ってらっしゃるんですよね。はい、はい、この普天間薬局さん、場所はどのあたりにありますか？はい、普天間宮の近くですね、はい、その反対側の方にあります、うん、三栄食品館、はい、の隣ぐらいになりますね。はい、はい、ちょっと三栄をじゃあ目印にというか、そうですね、はい、来店する方にはそのように説明しております。はい、はい、いらっしゃるお客さんとしてはどういう方が多いんでしょうか？はい、この普天間薬局の特徴がいわゆる処方箋受付薬局、はいはいはい、近隣の病院にですね受診しましたら必ず処方箋、お薬を書いた紙、いわゆる処方箋と言います、はい、それをですね持ってきてもらいまして、それに基づいて薬を作って薬を説明してお渡しするというのが一つとですね、うん、はい、私自身があの漢方薬を専門にしてますので、はい、漢方薬の健康相談、まあ、他のいろんな相談もあるんですけど、はい、その2つの特徴を持ち合わせて、まあ、いわば二刀流、今流行りのですね、はい、のような薬局でございます。はいはい、そう、薬局っていう、ね、言葉を聞いて私もやっぱりあの一番は処方箋が頭に浮かんだんですが、はいはい、それ以外にも、ね、漢方に関する相談も受けているということで、はいはいはい、漢方はちなみになんかどういう、まあ、メリットというか、なんかどういう方におすすめとかっていうのはあったりするんですか？はい、そうですね、やはりあの私たちの相談の内容の一番上がるのがですね、はい、やはりいろんな薬を長く飲んでるけれども西洋薬ですね、これなかなか治らないと、でなんとか漢方薬の治療をしてみたいっていうね、もうあの最後の砦みたいな形で来られる方が、まあ、一番多いですかね、はい、でそれ以外でしたらやはりあのこの婦人科疾患に非常に漢方薬が強いですので、はい、この婦人科に関わる、例えば今真夏ですからそんなにないんですが、はい、沖縄ですから非常にクーラー、人工的に体が冷えるので、冷え性、あの冬場の冷え性と違ってね、夏場のこのクーラーで体が冷えて、足が冷えて、体が冷えて、で内臓も冷えてと、そういう相談等の含めた婦人科疾患というのは非常に多いですね。はい、はい、となるとやっぱりなんか女性の方からの相談が多いですか？やっぱりそうですね、割合からすると6割から7割が女性の方ですかね。あとはやはりあの年寄りの方、まあ、男性の方はやっぱり非常に少ないですね。はい、はい、なるほど。なんとですね、コメントがちょっとたくさん来ておりまして、はい、質問もあるのでちょっと紹介していきたいと思います。はいはい、高坊さん、ありがとうございます。はい、ジェネリックも処方されますか、はい、ということでお薬、よく、はい、ご質問ですね。はい、はい、私たち薬局もうこの国の、ね、はい、政策でやはりどん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 あの医療費を削減していこう、抑えていこうというふうに方向に向かっております。はい、その中でこの先発品に対して、うん、後発品、これをジェネリックと言います。はい、まあ、非常に金額的に安くて、はい、医療費も抑えられますので、はい、ジェネリックの処方ももちろん、はい、第一にも推奨してやっております。はいはい、そして、プレイグさんからも、はい、西洋薬から漢方に変えたら治った時がありましたよということで、実際に、ね、はい、漢方のこの効能、効果を感じている方もいらっしゃるみたいですね。はい、 ありがたいですね。漢方もジェネリックってあるんですかというなんか質問が。漢方薬はですね、はい、ジェネリックはありません。あ、なるほど。はい、はい、そしてヤンポーさんもコメントありがとうございます。はい、タミーさんからすごい、やっぱ皆さんね、いろいろ気になることがたくさんあるんでしょうね。はい、タミーさんからは漢方薬は不眠症の時に処方してもらいましたよということで、
はい、そうですね、はい、これは非常に質問は多い方だと思います、はい、やはり西洋薬って言いますと、はい、この睡眠導入剤、昨今ね、睡眠導入剤で のいろんな事件が起きてますけれども、うんうん、やはりこの睡眠導入剤を長く飲んでこれが癖になってしまった、なんとかこれを離脱したいということで、はい、漢方薬でなんとか不眠症が解決できないだろうかということで相談は非常に多いです、うん、はい、ただなかなかこれは長く、ね、睡眠導入剤を飲まれている方が多いので、はい、いきなり離脱というわけにいかないので、うん、うまく融合しながら少しずつですね、はい、はい、西洋薬を切っていきながら漢方薬に切り替えていくという方法をとっております。うん、なるほど、はい、じゃあそういう相談も、まあ、乗ってくれるということで、はいはいはい、これはちなみになんか、まあ、こういう健康的上の質問であれば大体大丈夫ですか？はい、そうですね、はいはい、もう健康相談一番なんですけども、はい、まあ、その中で今お話した婦人科疾患、うん、あとやっぱりこの夏のトラブルで一番多いのはやっぱ皮膚病ですね、はい、この皮膚のトラブルが非常に多いですね、はい、はい、じゃあそういうのも、じゃあこれからの時期もしかしたら、ね、相談増えるかもしれないし、はい、夏場多いですね、はい、今からもしもうすでにお悩みの方はそうです、ね、はい、ぜひ東原さんにね、はいはい、ご相談いただければと思います。はい、はい、ひふみさんから、はい、最近処方して薬出していただくときに以前より説明や注意事項の確認が多くなっていますが国からの誘導ですかということで、そうですね、やはり、はい、この薬の内容にもよるんですけれども、はい、やはりこの説明を薬剤師が、どれだけすれば、はい、国から、うん、いわゆる点数ですね、はい、はい、お金がもらえますよということもありますので、うん、しっかり、説明はさせてもらっております、はいはい、多くなっていると思います実際、うん、はい、国からの指導ですかということですけど、はい、うんうん、まあ、一言では指導かもしれませんね、うん、はい、はい、でもその分やっぱり薬の種類とかね、いろいろなのも増えてるのかなっていうのを今聞いてて思いましたね、はいはい、プレイグさんからも飲み合わせや副作用もありますしねということで、はい、これはもありますね、はい、しっかりやはり今昨今サプリメント等もね一緒に併用されてる方が多いので、はい、非常にこの併用のしてはいけませんよ、してもいいですよ、それに飲むとこういうふうな副作用になりますよ、はい、ということはね、うん、私も、はい、説明してあげております。あ、なるほど、はい、ね、やっぱり、ね、自分自身でこうちょっとなんか大丈夫かなとかじゃなくて、やっぱりねプロの、ね、こういう方に聞いてちゃんと処方してもらって飲んだ方が安心かと思いますので、そうですね、はい、何か皆さん気になることがありましたら、はいはい、これを機に、普天間薬局の、東原さんにもご相談してみてはいかがでしょうか、はい、ね、よろしくお願いします、漢方のことも、はい、いつでも、はいはい、健康ステーションと名乗ってね、はいはい、このヒルズ会でやっておりますので、はい、どしどし、はい、気軽に顔を出してですね相談してもらえればと思います、はいはい、じゃあ気軽にもうこの普天間薬局にちょっと顔を出してすみませんみたいな感じで大丈夫ですか、はい、はい、飛び込みでも大丈夫です。飛び込みも大丈夫、ただね、やはり漢方相談となりますと20分から30分間用意しますので、はい、一応予約制にしておりますので、もしも漢方薬の相談ですよって電話をね、はい、いただいて出会い声していただければ助かります。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今日は、宜野湾ヒルズ通りにあります普天間薬局から東原さんにお越しいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。風のメロディーに誘われて歌う君の笑顔をもう一度場所で見てみたい。何もかも忘れても満タイだけどこの自然だけは守りたい。空、海、山の香りを運んで癒そうじゃないか。自由な鳥のように揺られ揺られどこまでも夢も止めて時を止めて
はい、今度はちょっとその話を。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。